高田明は日本の実業家である。ジャパネット高田の創業者で、同社が制作するテレビラジオショッピング番組の MC としても知られた。2015年1月16日まではジャパネット高田、初代代代表取締役社長。2017年4月25日から2020年1月1日までは、ビファーレン長崎代表取締役社長を務めた。現在は、 株式会社 a ライブ代表取締役社長。1948年11月3日、長崎県平戸市で、カメラ店経営者の父の下4人兄弟の次男として、生まれる。明治節に生まれたことから民と命名される。平戸市立平戸小学校、平戸市立平戸中学校、長崎県立なお教官高等学校を卒業後。 大阪経済大学経済学部に進学する。大学時代は、英語の勉強に明け暮れた。卒業後、京都府内の産業用機械メーカー、番村機械製作所に入社し、同社貿易部社員として1972年から約8ヶ月間、西ドイツデュッセルドルフで海外赴任を経験する。翻訳会社を設立しようと退社したが挫折。平戸駅教師。 1974年から兄弟で実家のカメラ店を手伝っていた。30歳で佐世保市にカメラの高田支店を出店し、移住。1986年1月、カメラの高田から独立し、同市三河地本町で株式会社高田を設立。1999年までは、ジップ、正サが同社の会長を務めていた。株式会社高田では、 カメラフィルムの即日現像、手渡しを旗印にカメラ販売で業績を拡大。また、一般家庭へのビデオカメラの普及を機にソニーの特約店になる。さらに、カラオケブームの到来に合わせてパイオーニアのカラオケセットを販売。1990年、名は知人を通じて長崎放送が始めるラジオショッピング番組内への出演を依頼された。この放送で、 コンパクトカメラを販売したところ、5部の放送で50台が売れたことが通信販売に進出するきっかけとなった。1994年6月にはテレビショッピングに進出し、テレビ長崎にて放送を開始。1999年5月に社名の高田を現在のジャパネット高田に改め、2001年には前述の 長崎放送で第1回生放送テレビショッピングを開始した。ジャパネット高田では、佐世保市比喩町の本社屋内に設けたスタジオを中心に自社運営のスタジオで日本全国のテレビラジオ局に向けてショッピング番組を制作。アキラ自身も代表取締役社長、高田アキラとして、秘築方言なまりの勘高い語り口で商品を紹介していた。 やがて、紹介や放送の機会が増えるにつれて、高田の存在や語り口が広く知られるようになった。2010年12月期に過去最高の売上高を記録。しかし、売上の6割を占めてきたテレビの販売が不振に陥るなどの影響で、2011年度から2年連続で売上高が減少した。この状況に危機感を抱いた高田は、2013年を 過去の年と位置づけた上で2013年度中に過去最高益を出せなければ社長を退任することをインタビューや出演番組などで公言していた。同年12月期決算の時点で過去最高益となる約150億円以上の経常利益を達成する見通しが立ったことから長くても2年という条件付きで社長職を続けていた。妻は ジャパネットの元副社長で子供は3人。長男の高田明人は2003年に入社し、2012年から副社長と東京オフィスの代表を兼務していた。2013年頃からは民が出演する番組において朝日人が次期社長として紹介されることがあった。明自身は後継の社長職を朝日人に任せる意向を明らかにしていた。 2014年7月11日、ジャパネットの創立記念日である2015年1月16日で、代表取締役社長職を、朝日人に交代することが、明らかになった。現に同社では、2015年1月16日付で、上記の人事を発表するとともに、コーポレートロゴを英字表記の、ジャパネット高田に改めている。社長職を、 朝日陣へ交代したことを機に、経営の一線から退いてからも、自社制作のテレビラジオショッピング番組へのレギュラー出演を継続。朝日陣が社長就任前からショッピング番組に出演しない方針を取っているのに、対して、明は2016年1月15日16日に生放送の楽しいのがジャパネットまで MC を務めた。その一方で、 ジャパネット社長からの退任に伴って同社に席を残さなかったため、個人事務所の a ラ i v e を設立。ショッピング番組へのレギュラー出演終了後は a ラ i v e を窓口に講演活動を展開している。2016年1月30日からは、ジャパネット提供のお散歩ジャパネットへ定期的に登場している。また、 他の放送局が制作する番組にも、元、通販会社社長という肩書きで折に触れて出演するようになった。もっとも a、a ラ i v e の設立当初から、ジャパネットの要請、状況次第で同社のショッピング番組にも不定期で登場することを示唆していた。2016年4月に、熊本地震が発生。この事態を受けて同社が、 被災地の復興支援プロジェクトを開始したことから、同月21日には、民がテレビラジオのショッピング番組へ特別に出演した。朝日時にはジャパネットの社員などからの要請による出演で、番組内では、プロジェクトの立ち上げを発表するとともに、視聴者に支援への協力を呼びかけた。2016年春からは、地元の長崎県にある、 九十九島パールシーリゾートからの依頼で九十九島特命宣伝部長に就任。同年7月からは同リゾートの九州ローカル向け CM に出演している。ジャパネットかた方が創業35周年を迎える2021年にはジャパネット35周年創業記念セール開催の告知とジャパネットカードの PR を兼ねた同社のテレビ CM で創業者として 本社のスタジオで高橋みなみと共演している。2017年4月25日付で J リーグのビファーレン長崎を運営する株式会社ビファーレン長崎の代表取締役社長に就任した。スポンサーであったジャパネットホールディングスが運営会社の第三者割当増資引受けと。 既存株主からの株式譲り受けを通じて運営会社の完全子会社化へ踏み切ったことによる。高田が経営の現場へ復帰した背景には運営会社をめぐって2017年の J リーグ開幕前から債務超過や所属選手への給読み払い危機などが相次いで発覚したことが挙げられる。運営会社は高田の社長就任を機に経営の再建を進めながら クラブの環境を改善。高田自身は、ホームゲームを中心に、試合会場や街頭での PR 活動にも、積極的に関わった。2013年から J2 リーグに留まっていたクラブも、高田が視察した同年11月11日の同、リーグホーム最終戦、対鎌田マーレサヌキ戦での勝利によって、クラブ史上初の J1 リーグ昇格を自動昇格で、決めた。 2019年11月3日に、翌2020年1月1日付で、運営会社の社長を退任することを発表した。就任時から3年程度の退任を想定していたとのことで、前述した累積赤字の解消や、経営体質の強化に目途が立ったことから、自身より今後想定される、経営状況へ見合った人物に社長を任せることを決めたという。実際には、 ジャパネット関連会社の社長を務めていた高田春菜が2020年1月2日付で運営会社の社長へ就任した。アキラ自身は社長を退任してからもサッカー夢大使としてクラブの広報支援活動に携わっている。現在のレギュラー番組過去に出演した放送局制作の番組ジャパネット高田制作分以外で出演した番組を記載過去に 出演した放送局制作の番組ジャパネット高田制作文以外で出演した番組を記載ジャパネット高田制作文及びビファーレン長崎関連以外の CM や PR 企画を記載前述のように非区方言なまりの勘高い語り口で知られるが2007年にはテレビ画面内の高田に反応して駆け寄る犬の動画がインターネットで話題となった これについて、日本音響研究所が調査したところ、高田の声には犬にとって聞き取りやすい、周波数が含まれており、バウリンガルを用いた鳴き声の分析でも、高田は友達と思われたのではないかとの結果が出ている。なお、このことを知った高田は飼い主にお礼の手紙を送り、犬にはルイ・ビトンの首輪を送ったという。歌唱力も高く、商品がカラオケの際には、 ワンコーラスを歌ってみせ、何度も、高得点を叩き出している。特に2016年1月15日の30時間生放送では、高田にとって、社長職最後の実演販売商品、パーソナルカラオケで、社員たちに見守られる中、北国の春、高校3年生を歌い、99点を叩き出した。高田の独特な声や語り口は、ビューティー国部、ひご勝博。 クリタ・カミチ、鈴木・武蔵など、数々のモノマネタレントの18番ネタとなっている。ジャパネット・高田でも、2009年1月から同年3月まで、放送していたテレビ CM で、高田と国部を共演させていた。ビファーレン・長崎の社長に就任した後は、試合会場を訪れて、サポーターたちと交流するほか、試合の告知 CM にも、頻繁に登場しているが、 その際に J1 を J1、V ファーレンを V ファーレンなど強い鉛で発音するためチームや関係者からたびたびネタにされている。特に同チームが2018年の J1 昇格を決めた際にはチームの公式サイトも J1 表記を使用しメディアなどでも話題になった。ありがとうございます。